はい、えっ、ー、といつも。 あとこのチャンネルでは格ゲーばっかりやってるんですけど、趣味で世界史が好きなもんで、今,今年の2024年の共通テストを解いてみました。で、3回目にして、えー、っと僕らが受け、僕、今年で43なんですけど、センター試験を受けてた時のレベルと、もほぼ同じぐらいのレベルにまであの落,ち落ちたというか、まあ、1回目がむ駄に難しすぎたんですね。で、それら適正化が図られて、今、センター試験とほぼ同じぐらいのレベルになってるんで、解きやすくなってるんじゃないかなと。 いうのののが第一の感想ですまああのこの解塾のページ変借りて、今から解説し満点をどうやって取ればいいのかなっていう解説をしようと思ってるんですけど、えー、まあ解塾の好評でも液化、優しくなってるよということでしたね。で、まあ、ちょっと解き方に少しだけ特徴があるのかな。まあ、でも初見でも全然解けます。過去ももしやってなかったとしても、あの二次試験対策までしっかりできている人は多分満点に近いのが取れた。僕、ちなみに94点でした。2問間違っ たのかなにもそのにもちょっと歯応えがあったんで、えー、とちゃんと調べた上であのなんかこの回答速報というか解き方を教えていくんですけど、えー、まあ、えー、全然素人が言ってるんだけど逆に素人視点でねあのー、いわゆる学校の先生みたいに詳しくない状態の人でも100点取れますんでそのどうやったら100点取れるかっていう。 素人目線、あの皆さんの,高校,の,の高校生の皆さんが持っている手持ちの知識がまあ 100%, 100じゃなくても100点取れるという方法を教えていこうかなと思います。じゃあ、もうパッパッといきましょう。えー、と1個目、ですね資料1と資料2があって、えー、議論をしているというわけですね。この理師という人は、あのセンター試験の共通テストでも品質の人物ですね。あの,思考真の始皇帝の放課というやつで、小の次に出てきた。 法律をこう何て言いますか、まあ、司る人なんですけど。 えとまあ、話を読んでますと、ですね、まあ、これも品質の、えーと、真は軍国制で、漢、えー、は軍権制というシステムを使ってますよね。で、この真の軍国制と軍権制をどっちがいいかっていう議論を交わしているということです。で、まあ、なんとなくもそんなことはそのちゃんと読まなくて、問題はパワッと斜めを見て分かりますということですね。で、早速問題を見ると、資料1、2について述べた文として最も適当なものを 1, 1から4まで選べと言ってますね。で見てるとこうややこしいですねあの要 今日は軍国性と軍権性のどっちがいいかという議論を言ってるんですけど、えー、どれがどれっていうのが分かりにくくなんでここでですね、あのー、解き方としてその資料をちゃんと自分の、あのー、もっと見やすい方法に咀嚼する方法があ,あったらあの咀嚼できたらいいですねそれを管理的に自分の,でのメモに置き換えるってことが大事だと思います資料1の場合ですと軍国性を、えー、否定して えー、諸天下は諸侯や王がいたため、相ーに苦しんだと言ってますので、軍国性を否定して軍権性を肯定してますよね。でこう逆資料2のほうは逆なわけです。軍,軍国性を、えー、肯定して軍権性を否定していると、この立場に立って考えると、この1、2、3、4の中です、ね、そのさっきの資料,資料1の軍国性を、資料1というのは軍国性を、えーまあ、あの否定して軍権性を進めているというのが一番になりますので、これ合致しますね。残りは でですね、さっきの否定する肯定するのパターンが逆になってます234はですねだから当てはまらない答えは1が正解ですで次ですね、えー、これはもう簡単ですねあの芯を問題文を見たら真のを ああの武将の起こした人のことを言っていいでしょ。義を奪った人、それは芝縁ですね。御三家はあのあし同じ芯でもあっちの最近の芯の方の,あの三般の乱を起こした人なの違います。これはもう品質、時代が違う。で、えー、八王の乱の説明がもうまんまそこにありました。三般の乱というのはさっきの,あの,その清市の芯の方なんで、これ全然違う答えこ、えー。これ答えは4番ですね。これはもう全然問題になりません。あの偏差値50ぐらいです。で、これも もあの問いさんも超簡単ですね、全館で起きた内容というのは、この中ではこそ四国の乱しかないので、う。で えー、クーデターの話をしているのはどれかということを言ってますね。騒乱ですからね。で、X の方は農民反乱なんで違います。Y の方が西南の駅と言ってクーデターなんで、答えはうとえ、e、Y の5。これも偏差値は52、3ぐらいのラあのサービス問題ですね。で、次ですね、問い4のやつ、えー、これまあ大門にまあ進むんですけど。 まずここはあの一問一答形式でいきます。一番、メロビング王の家の王を配位したのはクロービス。これは品質ですね。あの知ってないといけない。レオ3世とレオン3世についてもあの品質というか、この違いは真っ先に覚えると思います。レオン3世が生殖場人間闘争で、レオ3世が えーとカールの体冠をした人、これ2番合ってますよね。カタラルアナムの戦いに勝利したのは、えー、オドワケルのとローマですよね。西ローマですよね。だから違います。マジャーで、ここ4番引っ掛けですね。カール大、これイ、イの人物はカールってのことを言ってってすぐ分かりますね。体冠した人ですからね。で、その人がた撃退したのはアバール人であってマジャール人ではありませんよっていうのこれも品質です、ね。答えは2番が正解。で、5番、えー、と、次、ノルマンディー港と来たら、もうウィリアムしかありません。クヌートじゃないですね。 あでえー、ここがややこしいんですけどこ,のしこれがまさにその共通テストポセンター試験じゃないところですけど、えー、まず問題文をこう見ますとですね、えー、認識を、この Z の方がまず違いますねこれ逆ですねイングランドの認識が資料1資料2はノルマンディーだからこの Z は当てはまりませんで資料1ハローゾ王は聖、えー、と何とか王に後継者に示されることがなく っと言ってまますすけどそそれは違いますよねそのこの資料2を言うとハロルドを倒して、えー、ノルマンディのあの征服をしようという話をしてるんでそのあの資料2と合致しないそんなことしたら倒さなくていいからねだから答え Y しかないですね、えー、まあ消去法でもいいですけど普通に読んでも Y って言えると思いますので答えは AY なんで、えー、2番。 で次ですね、えー。フェリペ2世はエリザベス1世と結婚はしてないでしょだ違います。フェリペ2世はですねスあのポ、スペインの王様、ポルトガルは併合しましたけどエリそれエリ、エリザベスとは結婚してないです。で、2番、イングランドからフランドル地方、これはそうですね、囲い込みをして、あのフランドル地方に羊毛を送ったということで、2番合ってます。で、ジョーンが争った、市長があ幼稚園の大半を失ったのはフィリップ4世じゃないですね。フィリップ4世というのは、あのアビニョン、あの なんてバビロン保守皇帝のバビロン保守って言いますか、あのボニファティウス8世をアビリオに閉じ込めた王様ですよね。だから違います。で、4番は大陸封鎖された、これはナポレオンがしてるんで違います。2番答えですね。どんどん行きましょう。 でこれなんですねこれなんかも資料を見れば分かるサービス問題で、共通テストならではのサービス問題なんですけど、19世紀後半って言ってるでしょ、で問い7の方は19世紀後半に入るのは、まあ、まあ C, あのー、C しかないっていう感じですね A、A と D は19世紀後半じゃない、可能性があるのは B, なんですけど B と C なんですけど、えー、とここで、あのー、見ますと、あのー、世界政策ってあるでしょ、世界政策っていうことが出てくるんです、それはそのビスマルク以降の,、えー、のビルヘルム2世の政策なんで、これは C ですね、答えは3番。 Yeah. <laughs> で、えー、とここは、ね、実は僕、間違えました、問いこれ間違ったっすね、これは、まあ、ちゃんとまず見れば、実はグラッドストンの党っていうふうに書いてあるんで、ここをちゃんと見逃さないようにしないといけないって,ってことですね、そしたら、えー、アイルランド自治法案を議会に提出したのがどこの党っていう知識がもしなかったとしても、このグラッドストンの党っていうのを、えー、見れば正解できると思います。一一一つ一つ見ていいいきままししょょう、ま、ず番番ちょっとと難しい2番マクドドナルドが率いる保守党と共に連日政権を成立させたこれはその労働 党ですよね社会主義運動が高まる中で労働党を作ったと、で挙国一内閣というかいう風になっていきますんで、労働党、イ治分が会社の株あの会社の株を買収したのは、えー、何党かわからないかもしれないけど、ティズレーリという名前は出てくる、ティズレーリということは、えー、政党はそのグラッドストンの政敵の,の方ですから違いますよね、ちなみに労働党です。だから労働党が2番と3番両方出てくるんで、その時点でもこの2つの選択肢は外れるわけですけど、 まあ3番ああの、これが労働党と言えなかったとしてもあの、知識が出てこなかったとしても、3番はティズレールの党なんで、グラッドストーンの性的だから外れる。これ3番違います。フェビアン協会は基盤の人として結成された、これですね、ここがちょっとあのちょっとだけ偏差値58ぐらいの知識ですけど、労働党の起こりですね、これはですね、ちゃんと教科書にも書いてあります。2、2 3がロ、あえー、っとごめんなさい、えーっと、4が保守党かな。 あごめんなさい3番が星とかでこっちらは4番が労働党ですね24が労働党で3番が星党なんで、えー、2と4が外れて 3, も3は星とグラッドストーンの政敵では,、えー、は選ばれないので答えの1番はこれが自由党を指しているという感じで当たっていきます。 でえー、っと次ですね、えー、これはですねおっさんの僕だから分かるんですけど、サッチャーというのは20世紀の、あのー、後半の人の方ですねで、アトリーは第二次世界大戦の中で、あのあのヤルタ会談とか,なんとか、あの中で出てきた人なんで、えー、戦,あの戦前戦,あ戦中戦後の人という感じですね、でこれを見、あのー、資料を見ると、ですね第二次大戦以降も,もインタビューに答えた人ですから、サッチャーということになりますね。えーまあ、アトリーじゃ なんとか会談のメンバーを覚えてたらわかるでしょう。えーでそれ 改革のの内容のことを言ってます X のこれゆりかごから墓場までもこれ戦時中の社会主義の,あの副制度の起こりを言ったイギリスの中にあることなんで、えー、戦後後ではない。で、貧民給貧法っていうのもこれ違いますよね、これもあの大昔のイギリスの話なので、えー、小さな政府っていうのが正解になってくると、答えは EZ の6番です。 ででこここれどどんどん行きましょうえー、とここですねアレクサンドロス大王の話なんですけど、まずバビロン保守っていうのは、あのアレクサンドロス大王とかギリシャが出てくるだいぶ前の話の話ですよね。ネブカドネザル2世がやった、シン・バビロニアの話なんで、これは時代が合いません。対抗するような話じゃないですね。で、えー、アイスキュロスの話をここで2番で言ってるんですけど、まあ、エルピデス、ここでちょっと迷いますよね。悲劇の話が出てき出て、て悲劇でいいのかなと思うんですけど、えーまあ ま、他の選択肢が合わないんで、時代が合う2番を選ぶことになります。一応3番見ますか？3番見ます。えっ、ー、とペロペロポネソス戦争でのギリシャの被害に対する報復と言ってますけど、まあ、マケドニアね。あの報復っていうのは、そのギリシャの被害に対する報復,報復っていうのはちょっと違うでしょうね。ペルソナの宮殿を破壊した。のかどうかえっ、ー、と資料3。これここに焼き払ったって書いてあるんだな。 書いてあるペルシア人って言ってますけどまあまあ違うでしょあのギリシャに対する報復というかアケメネス朝ペルシアその前に倒してますからね3番は違いますで4番、えー、とデロス同盟を率いた自らの父に劣るという自らの父をアレクサンドロスのお父さんはフィリッポス2世ですけどデロス同盟を率いたのはまた違う人ですよね、えー、テミストクレスとかじゃなかったですかねだから違います、えー エパミル飲んださちょっとごめんなさいあのパッと出てこないこれ僕の知識が追いついてないななんかど,どう忘れしてますはい次次行きましょうえー、っとこれですね、えー、11番あ、えー、まずマニキョーですねマニキュアアジアで成立してないですねササンチョで成立してアジアあの中国とかに伝わって京京とかいうふうになったんで「あ」は違います5で 2、えー、の時代はまあヨーロッパの植民地格では文明化の文明的目的に向けて正当化されてどんどん列強がその植民アフリカなんかを植民地にしたという話は間違いじゃないですよね正と、まあ、言っていいでしょうだから3番ですこれは難しくない。 で、ここですね、えー、とミシシッピ側のルイジアナで、スペインとフランス側のがいやらしいですねル。ミシシッピ側異性のルイジアナっていうのは、スペインとフランス両方行ったり来たりしてるんですけど、アメリカに譲渡したという形で教,あの教科書に出てくるのはフランスです。ここでルイジアナのことはですね、ルイ14世のルイなんで、えー、フランスというふうにあ、これを譲渡したのはあの、まあ、譲渡というかアメリカに売ったんですけどね、それを売ったのはフランスというのはルイで覚えておきましょう。で、えー、奴隷の解放の話、水売り協定の話。 話がその後に続いいててまますすねあミズリー州っていうことです、まあテキサスは遠く離れてますからそれも合わないですよね、スペインから、あのあメキシコから買った土地でしたかね、これ合わないですね、テキサスはですね。で、えー、次行きましょう。 えーっと法律の名前を選びましょうということですね、これがなんかあの初の試みだったらしいですね、どっちも受験生だったら答えれないと本当はいかんですね、えー、っと先住民の強制移住法といえばジャクソンです、それ、ジャクソンはこの法律を、まあ、通すために当選した人ですから、あ、y というのが1つ正解として、えー、ありますね。 でカンザス・ネブラスカ法というのは水売り協定に対する対抗の法律ですよね。えー、ですので、水売り協定の説明は X にあります。従って EX も正解ですね、4番も。でこのれ、これに連動してこれを選ぶということですね。 でえー、っとホームステッド法ってありますね。ホームステッド法の説明は実は、あのこの XYZ の中の、えー、Z がそうです。ホームステッド法っていうのはあの南北戦争が起こった時に北部が西部をな味方につけるために、入植者に土地を与えあの、まあ、5年間頑張ったら与えますよっていう法律ですよね。えー、ですけど、ああいの中にそれはないので、というか、法がここにあって別の法がここにあるんで、こんなの選択肢にならないですよね。これは問題からして選択肢になりえない。だめ。アメリカロ 共同,総同盟、えー、これ関係ないです、ね、コンボ外交は、えー、とセル・えー、と何でしたっけあのセオドア・ローズベルトの,あの南米の対する対策ですけどここには全然関係ありません共和党っていうのは、えー、まあそうですねあのジャクソンの大統,大統領を支持する人たちなんで、えー、これは合ってますだからえっ、ーえー、とあ わ y かい y を選んだ人はこの5番を選びましょうで連邦派とあーとえっ、ー、ととととと、えー、ちょっと待ってよちょっとちょっと待って今合ってますかねドレッシューを当たら作らないという規制を廃止するのが EX がえっ、ー、とカンザス・ネブラスカ法かカンザス・ネブラスカ法とえっ、ー、とこの X が当たってるわけだからなあどっちでしたっけえっ、ー、とちょっと待ってよ そここ,ここ僕なんかドう忘れしたなとうんうんうんあったよねそうそうそう共和党がははは結成されたのはこのジャクソン大統領のほう そうですちょっとごめんなさい、これ、あの連邦派と反連邦派って、うって思ったけど、連邦派と反連邦派って、また別の機会の話ですね、これは。あのーうん、ここはちょっとち違いますね、南北戦争の前のやつかな。えっ、ー、と、なんで、えっ、ー、とちょっと難しいんですけど、この、 4, 4、この EX、カンザス・ネブラスカ法と X を選んだ場合には、この共和党を選ぶということですね。で、涙,涙の墨、この6番が違うんで、消去法で RY を選んだ、2番を選んだ人は1番を選ぶ。これはちょっとですね、すみません、僕も知らなかったです。あの難しいですね。なんで、簡単なルートはこの EX を選んどいて、あの4番を選んどいて、 えー、5っていうのが多分多くの受験生が選んだでしょ一1番はこれは、えっ、ー、と、教科書に多分今のは載ってるんですか僕の載ってるやつは見たことなかったんで、これちょっとな、まあ、難易度高いですけど、僕は EX5 のルートで選びましたね。で、次どんどん行きましょう。えっ、ー、と、次ですね。えっ、ー、と、 これ,ですね、これは、ここあのー、見解ではなんちゃらかんちゃらって、こうスターリンが毛沢東に慌ててるんで、共産党側の話をしてますよね。共産党側の人が誰と会うかっていうと、国民国連軍と、その要は自分と反対側の人と会うんで、国連軍。国だから、1にしか答えになり得ないということですね。で、えー、ここに、えー、と今度は、えー、うですかうは 司令官が署名しなければと言ってます、要はあのー、冷戦の話ですよね、でその東側諸国と対抗する話で、ASEAN というのは東南アジア諸国連合というのは冷戦と別に関係ないじゃないですか、こ冷戦の反対組織とは西アトなんで2番を入れます、これは偏差値低いですね、でこっちの次がね難しいですね、これ、戦後の冷戦体制の、えー、陣容がどうなってたかっていうのは結構詳しく知ってないといけないので、これはちょっと難しいです。あのー これはですね、スターリン批判がスタートっていうのは、このポズナニのポでポーランドと思いますね。じゃあ、で、チャウシェスカはね、僕はおっさんだから知ってる、ル,ル,あのルーマニアなんですけど、チャウシェスカ目隠しされて銃殺されるんですよ。そのシーンっていうのはなんかこう、えー、ちょっと一部伝わってたところがあったんで、僕は中学生ぐらいの時でしたけど、これルーマニア話です。で、ブルマはフランスの話、ドプチェクがチェコスロバキアの話で、で、難しいのはこの問題の1948年で共産党のクーデターが起きて、えー、冷戦が蜂の8年続いだみたいになった。これ チェコスロバキアの話なんですね。だからチェコスロバキアがここで出てくるなら、ドプチェクが出てくるということですね。えー、ちょっと難しいだろうなと思います。あ多分、多くの人がですね、ブルム、フランスじゃないっていうのは分かったはずなんで、えーまあ、チャーシェスクをねあの、ルーマニアっていうのは、あのまあ、センセーショナルなんで、結構知ってる人が多い。だから多分、1番と4番でにあの迷ったんじゃないかなと思いますけど、ポ,ポ,ポズナにはポーランドなんで、はい、そうやって思いましょう。で、次です。 えっと、この資料問題は簡単ですね。これはもう見てわかります。あの答えは、いいでしかないよね。これは選択の余地がありません。で、えー、これね、ここちょっと難しいですね。これ結構なかなかあの知識レベルが高いんですけど。 えっと、あ,あ、いやいや、これは大丈夫か。これは全然大丈夫ですね。戦時共産主義ってロシア革命の話で。農業調整法は、えっ、ー、とあ、アメリカのあの、フランクリン・リューローズベルトがやったニューディル政策の一環なんで、Y、えー、しかありません。答えは EY5 です。ここは簡単なやつね。えっ、ー、と、次のね、このロシア革命のところで、ロシア革命じゃなかったらあの5カメに逆でもう1個難しいんで出てくるんですよ。それはこの後ね。で、どんどん行きましょう。どん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 行きましょう。えっ、ー、と、マウリア朝の あのー、これ多分、アショウカ王のこと言ってますよね、物典研修っていうのは後で出てくるんで、多分、アショウカ王、大体いいマウリア朝って言ったら、アショウカ王とか、あのー、まあその辺が出てくるんでね、アショウカ王かなって当たりをつけるんですけど、あえっ、ー、と、で、物典研修であるでしょで、答えこうですね、佐渡タバーハナ町っていうのはちょっと時代があ違いますね、ま,まあのー、マウリア朝と交流なかったです、で、エフタルグプタ町ですね、で、ホッケはグプタ町の後の、えっ、ー、と、あ これもグブタチョかな、ホッケもね。ですね。だから違いますね。えー、っと、それと、えー、インド国民会議こ、ここちょっと難しいですね。インド国民会議、かこれは第1回はボンベイです。で、四光漁はスワレーシ、スワレージ、えーえー、とかってやつですね。ああの国産品愛用とかね。で、それはあのカルカッタで起きてます。で、タージマハルはアグラで起きました。で、ドレオチョがデリースルタンチョの初めなんで、デリー、これですね。河千沿デリーって書いてありましたよね。 センイデリって書いてますね。はいはい。です。で、えー、っとこれ、これはもう資料問題ですね。マウリア町、南端までって言うとけど、南端まで届いてないじゃんってことで、これは違う。えー、メモ1は間違ってます。で、黄金の四角形をこう見ると、ま、マドラス、ボンベイ、軽かったっていうのがある。これはイギリスの植民地として有名で、みんな呪文のように唱えるところなんで、えー、疑う余地はありません。したがって2番が正解です。で、次。 えっと債務国家債権国に転じたってかなり昔でしょう。だから、あが最初になることは間違いない。で、次のうはニューディール政策のことを言ってる。イギリスへの支援を目的とする武器対応法、これは、えー、第二次世界大戦でイギリスに与えた、連合国として与えたということで、答えはあうい世界ニューディールです、ね。 えー、これも簡単ですね。戦時経済の移行なんていうのは、この1920年代にやってる話じゃないです。やっぱりこの時代はフォードですね。えー、世界恐慌の前フォードがすごく慎重、あのー、したっていうのは、教科書によ、あのー、写真入りで出てくるので、O が正解ですね。で、U は、ここはです、ね、資料見ましょう。資料見ますと、貨物予想がこう横ばいになってますね。で、こっちの方は下に下がってるんで、貨物予想まで下,下,下、下落してるっていうのは間違いです。だから えー、y はっ、まえー、減少傾向が続いことなりっていう方が正解ですね答え X ですだから OX を選ぶ3番が答えです、えー、どんどんいきましょうどんどんいきましてえっ、ー、と23、えー、とこれちょっと迷ったっすけどね迷ったですけどえっ、ー、とこれまずそのオーストリアとの同盟というふう の政策に戻りまましたと言ってますねでこれがそのイタリアとオーストリアはつるむはずないですねこの頃ってイタリアはそのいわゆる統一運動をしててオー,スリアオーストリアからこうねあのチロルとかまあ、とその辺その時は取れてないんですけど取り返そうとしてるんですねイタリアとは戦争状態にあるはずなので取りあの同盟を結ぶはずがないドイツです。 らあ、まあまででしょでこの下の河川敷の方はもう読んで15度で,ですね。あの組めば祈るロシアに批判の記事を書いてる。これは世界史の知識ではなくて、この資料を読めばわかるので、AX が正解、答え1です。で、これですね、これ僕間違ったんですよ。これ間違ったんですよね。これ間違えました。えっ、ー、と、まず、 クリミア戦争で得たって言ったら、ロシアはクリミア戦争に敗北しているから間違いですねで。こっちの方ですね、こっちの方はまあ合ってるんですよ。で、アラスカを売却したのって1860年でした、調べたら。で、えー、シベリア鉄道の話をしてるんですけど、ロ,ロフツ同盟の締結でフランスはですね、あのロシアに資本を貸してるんですね。えー、っと、この時のロシアの大蔵省、ウィッテっていう人が、 交渉してフランスからお金を借りてドイツの機械を借りてシベリア鉄道っていうのを作ったというのが教科書に載ってます。でこれ知識がなかったんで「えー、こんなことあったのかなロフト同盟で金借りたりしたっけ?」って僕罰にしたんですけど、えー、答えはこれはたあの非常にレベルが高い知識なんですけど言っているのあの教科書に載って正しい答えはサイバラソンの見たわしい2番ですね。 で、えっ、ー、と、河川棒の話は、これはコンローマ皇帝の公認、キョクリストクを公認したのはコンスタンティヌス帝だから、コンスタンティヌス帝の話が載ってる。で、コンスタンティヌス帝は、このス帝を禁止してるんですけど、それ以前にまずそのテマ製の方ですね。テマ製の方は、えっ、ー、と、これは違いますよね。テマ製を導入したのは、あの、ビザンス帝国でしたよね。だから、えー、その意味でも、 えーとあは違うからいいしからしればないで、ニケアの公会議については、ニケア,アリウス、エホソス、ネストリウスって文字の長さ同士で組み合わせて覚えるので、えー、Y が正解です。なんで、答えは EY5。で、次、えーと、ゼロの概念はインドで発明されました。ミニアチュールは、えっ、ー、と、 これはそのイスラムで、えー、できて中国に行ったっていうやつでしょ。あまり美術の時代が全然違いますね。これ違います。で、教育機関であるマドラサがイスラム。これは合ってますよね。えー、マドラサイイスラムの教育機関。で、イクターセはブアイフ調で始まっているので違います。3番お答え。で、これも、あのー、資料を見れば分かる問題で、資料を読めば分かる問題で、 えまず、えー、パルティアでジェズヤなんか徴収されたらこういうのを外しますねでシリア文字がシュメル時代のメソポタミアでっていうのをこれもメスあのシリアとメスメソポタミアってくさび型文字とかが違いますで、えー、この3番はまあんって思いますけどちょっと置いときましょう4番見ましょうか、えー、シリエそのシリア語っていうのはその 結構後の方にも使われたってここで説明があってでしょう。それなのに、こっちは十字軍でじあの知事は失われたなんて言ってますんで、4は当たりません、ね。ただ3番答えですねで。次どんどん行きましょう。えっ、ー、と、これもちょっと、んって思いますよね。どれも一見達でする。ルター新約聖書書いてます。ダンテ新曲書いてます。プルタ,スコプル,タルコス太で列ね書いてます。カイサル・ガリア戦記書いてます。そしたら、 ここでは勝負つかないんですよ。もう一個の言葉の方ですね。でカエサルはラテン語、うん、ちょっと迷いますね。プルタルコス、ギリシア語、うんまあ、ギリシアの人だよな、うん。プルタルコスって名前からしてギリシアだよな。ででダンテがトスカの語はこれ、もう偏差値50円の知識なんで絶対ですで。そうするとルターがフランス語、うん、ルターってドイツの人だよね。アウグスブルクの宗教和議とか、うん、ね、その、職友上、免罪符をこう、 対抗するために本当の聖書を書いたんでしょドイ,ツ語ドイツで活躍する人でドイツの人に本当の聖書の意義を読んでほしくて書いたんだよな。 って思うから、フランス語は嘘でしょっていうことでが、一番を選びますね。まあまあ,あの、ドイツ語に翻訳したっていう知識は、そのまま普通にストレートに覚えていかないといけないものでしょうけど、まあまあ、あのそういう解き方でも解けると。で、この次のですね、29が僕難しいと思った。えー、とまず、レコンキスタを集結させることに重力していた、これは違いますね。これスペインもプレプロあの、ポルトガルも船どんどん出してるんですから、こんなことを理由に、えー、大航海をしないはずはない。 間違ますで2番で、あのー、結構、んって思うんですよ、なんかそれっぽい、コロンブスの国会、西回りですね、トリシリアス条約ってスペインとポルトガルが定めた条約ですよね、うんちょっと置いときましょうか、なんかこれの可能性ある、スペインがポルトガルを継承したためにスペイン王室が支援することになったから、いや、それじゃないですよね。 えとスペインがポルトガル王位を継承するなんてフィリペ2世の頃なんですけどもうちょっと後ですねだからこれ違うんですね、えー、時代が合いませんバルトロメディアスが希望に到達したうーんこれからこれちなみに年号覚えとかんといかんですね1488ですねで,でまあ多分これだろうなってなりますでトリジャデシリアス条約っていうのは1494、えー、14なんですよ で、コロンブスの身体力発見が1492。これ覚えとかない,といかんでしょう。だ2年違いでね、あのコロンブスの方が早いんですね。だから2番選ばれないんですよ。で、バルトロメアス・ウディアスは1488なんで、コロンブスの前なんですよ。だから選べるっていうことで、年号をこれ覚えとかないと結構厳しい問題だということですね。で、次。えっ、ー、と、コロンブスはスペイン人であるというと、これはですねあの、もう世界史じゃないですよ。読,読めばわかることですね。 あのね、読めば分かりますよねスペイン語を返したからスペイン人だと思ってたっていう文章がここに書いてあるんだからあの素直に答えましょう答えは「あ」でそのスペイン語を操る人はあのスペイン人だっていう思想価値観があったということで「えー、X」ですねこんな「Y」みたいなこと言ってないんで「あ」「X」が答えだから「1」を選ぶということですね。 でえー、とここもちょっとストーリーで覚えてないといけない話ですね。まず、意、えー、については、これは安禄山の話が出てくるんで、安心の乱のことを言っています。安心の乱といえばウイグルスの援軍を得て、反,反乱を鎮圧したって覚えますよね。えーまあ、一応他のも見てみますか、塩の密売人が起こしたのは高層の乱。で、反鎮の勢力が減退したって、こんな話は安心の乱のあれじゃないんで、反鎮ってどんどん、要はえあのえ遠距離のトッ、えー 支配地っていうのが遠隔地がどんどんこう支配が及ばなくてなって力があの、まあ、周辺が強くなっていっちゃうという時代ですもんね。違います。雪像市が新たなお帳を創設したそんななんか奴隷お朝みたいな話はありません。えー、ということですね。えー、でここですね、ここがえっ、ー、と疑心南北朝とその唐の文化史に詳しくないといけないんだけど。 寛容、初、えーまあ、席後半の前で王騎士っていうのが、これ、慈恵南北朝の人なんで、えーまあ、古典を推奨してたということですね。えー、で,すで、視力弁礼対決としてはまた別の人のところで言ね。で、えーと、こっちの、東大後期っていうのは、あ,のー、あれですね、貴、え、族、ー、的な形式を否定するという感じですね、古文復興なので。 えー、なので、えー、古文が出てきてえっ、ー、とごめんなさい発世紀後半ってそうかごめんなさいとうだからかとうで古文えっ、ー、と視力便利体が疑心なの目標ねで発世紀後半とうだからとうで眼神形とかがそうそう。 えと疑心めしてごめんなさいねちょっと逆のこと言ったあと唐っていうのはその古文復興なんですよいわゆるルネサンス的なことが起きてるんでだから古文を押してるわけですねで貴族、えー、的な文化を、えー、否定して古文の方をこう何て言いますか盛り立てようよっていうストーリーを言ってるんで、えー、答えは EX の3を選びます で最後のこれは簡単ですね。慎、えー、朝の権隆帝の話ができてるんですけど慎朝っていうのは徹底的に肝心を弾圧する文化ですからメモ1とメモ2はどっちも肝心を漢政策をこう起こそうとしてますね。まあさ最終的に最後の方でその文化が起きてますけど権隆帝の頃って真のむちゃくちゃあの一番前世紀ぐらいの時期なんでその頃っていうのはもう腑書耕受みたいな感じで、えーえー、漢をなって言いますから。 えと文字の語句とかとかそういうことをして、えー、漢人をこう弾圧するような漢の政策なんかも排除するみたいな文化ですから両方とも間違ってます。4番を選びます。で、えー、と難しいなと思うのはこの唐のさっき僕も自分説明しながら、ま、あの間違ったのこの唐の文化史ですね。それとえっ、ー、とこのアメリカのとこっすね。これ 開拓えっ、ー、とそれとその僕が間違っちゃったあの何て言いますかとあ,あ,そあそこの何ですっけえっ、ー、と5カ年計画の,あのど露出同盟で金を借り入れたっていうところねその3つが難しかったかなと思いますそれぐらいですねで逆にそれを全部間違ったとしても9割取れるわけですからえっ、ー、と全体としては難しくなかったんじゃないかと思いますね。 で、えっ、ー、と、対策としては、まず僕がおすすめするのは、スピードマスターっていう薄い本があるんで、それを10周すれば、この問題はもう9割以上は確実に取れますね。で、まあ,あと、過去も4週ぐらいやっとくと。それと、えっ、ー、と、あと、活字に読み慣れる。 訓練はしてた方がい,いんでなんか小説とか読んだ方がいいですよ。あの、小説っていうか新聞とかを読んだ方がいいですよね。あの、あんまり面白くない文章がこう出てきて読まされるわけじゃないですか。皆さん、あの、LINE とか、あの、Twitter とかで、 自分に関係あることばっかりこう文章を読むでしょああの誰かに LINE 送ったりしたらその返事が入ってきたりしてあ,のあなた宛にこうに、ね、書いてくれるんだけど自分に関係ある文章って読むのに全く苦じゃないですよ。でも第三者の自分に関係ないこう文章で事実が劣記してあるやつってすごい読みにくい。それを読むのに慣れる訓練をしていた方がいいので文章を読む努力をした方がいいなと思います。それ新聞とかね。 あのまあ、まあ教科書読むとかでもいいですよ、教科書読むとか、あの世界史の場合だったら世界史小、小説世界史研究とかあったりするんで、ああいう、なんて言いますか、あのネットで見るような活字をずっと追ってたってね、あの読書の筋肉つかないんで、えー、ちゃんと実物の本を読んで、えー、読書の、なんて言いますか、こういった文章がすぐ頭に入ってきて集中できる筋肉を鍛えましょうという流れでした。 えーまあ、まあ素人解説でしたけど英語も僕やってみるんで英語もやってみようかなと思いますはい以上です。